なんか手伝われたよ。ニトロからもうちょい離れてた。大学生で映像の仕事をやらせてもらってるんですけど、経験を深めるっていう意味ではすごいありがたいなっていう。僕の中では撮影者がメインであってはいけないって思ってて、なので3期生の方々がメインのイベントなので、そこは邪魔しちゃいけないなっていうのがあるんで、リアルなものを伝えたいなっていうのが僕の中で一番大事にしてるところかなって思ってます。小林さんっていうプロの方がいるんですけど、そのプロの方がまあなんかアドバイスをいただける、編集してる姿を見たんですけど、めちゃくちゃ速度速くて、はあ、これはすごいなと、師匠みたいな感じですね。落ち着きがあるし、思っていた以上に意外といろんなことを考えてる部分も時々見られる感じなので、今の時の若い子っぽくはないかな、いい意味で。撮影の段階からプランそれを編集で落とし込んで、まあ、作り上げるっていう一連の流れをそれなりにちょっと考えて作ってもらいたいなと思います。編集までの場所ではなく、編集の巻き込みだったりとか、これですね、これですね、これですね、CM で初めて施工業者、自分の映像に集中しすぎちゃって、お客様にのこと配慮できないタイミングが、で、我々運営しているの時川カンパニーがですね、そのまあ段階が関係人口増やして陰影が多いかなっていう印象、外してズームで撮るのうーんの方がそうですね、普段起こらないようなことが起きてる、自分で指示出して撮るって形じゃなかったら難しい、その場その場でとっさの判断が必要、お客さんの考えをうまく映像という形にしつつ、プラスアルファで何かこう自分にしかできないことを、まあ、僕自身はそういうふうに考えてるし、まあ、風間君とかでも、まあ、そういうふうにやってもらいたいな、期待するほど、まあ、いい動画を作ってくださいってことですね。